富沢駅は宮城県仙台市大白区富沢4丁目にある仙台市地下鉄南北線の駅である。駅番号は N17。南北線の終点で亀アリーナ仙台前の福駅名が付けられている。駅の南に富沢車両基地があり、当駅で出入庫が行われる。1989年5月撮影の当駅東口駅前。 写真の片側1車線の道路は、仙台市道大白2594台のだ五丁目自転車、歩行者専用道路10号線等に転用され、また、富沢駅歩行者立体横断施設も設置された。ホームの様子島式ホーム1面2線を有する、高架駅で、南で名取川の支流、ザル川に面する。改札口が2階、ホームは3階にある。泉中央駅と異なり、 泉中央方に渡り線がなく、片方は交車線用ホームとなっているので電車がそのまま折り返すことはない。一番線を発車した列車は富澤車両基地方面に進み、出入湖線と並行する引き上線で折り返した後、数分後に泉中央行として二番線に入線する。2008年から2009年にかけて改良工事が実施され、 改札口が1階から2階へ移設されたほか、出入口の増設、駅前ロータリーの新設などが行われた。また、それまで改札外に設置されていた、ホーム会へのエレベーターも移設され、改札内からホーム会へ移動するよう改められた。東口にバスプールが設置されており、宮城交通の中型車により運行される以下の2路線が乗り入れる。長町ループバスは平日、土曜のみ、 郡山戸田線は平日のみの運行である。アイクスカを利用する場合の特典である乗り継ぎポイントの付与は、当駅では郡山戸田線との乗り継ぎの場合のみ適用される。ザル川と駅線路は駅から約400メートル北で地下に入る。南では高架の線路がザル川を越えて車両基地に向かう。駅の東が大野田、西が富沢で平地の住宅地である。 周辺は複数の土地区画整理事業が段階的に施行されている。うち、当駅周辺は開業から遅れること7年後の1994年に富沢駅周辺土地区画整理事業が開始された。当駅は利用者が少ない状態が続いていたが、2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生すると長町駅から当駅までの沿線は、 ホットエリアと呼ばれるほど不動産取引が活発化し、新規の富沢駅制度地区が整理事業では、震災の影響による住宅需要の高まりも見込んで計画が進められた。富沢駅西には、2017年11月に、ツタヤ書店アクロスプラザ、富沢西店がオープンし、2018年1月に、ヨークベニマル富沢西店がオープンし、その地区一帯がアクロスプラザ、 富沢西として商業施設が完成。2018年にはコーラスホテル富沢西。2019年にはフレスポ富沢西1。2021年にはフレスポ富沢西2が完成。ハイペースな開発が未だに続いている。ありがとうございます。